はい、皆さんこんにちは。今日もバイク乗っておりますでしょうか。今日もよろしくお願いいたします。今日の動画はですね、このパニガーレ V4S、 普段乗りは一体どうなんでしょうかというお話になります。皆さん今日もよろしくお願いいたします。そうです、もう答えは乗りにくいです。以上です。では行っています。レッツゴー。まずこのパニガーレなんですけれども、まず、いいところを言いますね。暑い、燃費が悪い、そして足つきもなかなか悪い、で前傾姿勢がかなりきつい、そしてガソリンメーターもついてない。以上です。ということで、このパニガーレって、そうです、もう皆さんご存知の通り、本当にこのサーキットユース向けのバイクではあるんですけれども、ただこのバイクをあえてこの普段使い、普段履きというのは実際どうなんでしょうかというところなんですね。サーキットに行く方の方が、僕個人的な考えですけれども、非常に少ないと考えてるんですね。ってことは、普段のまあみんなとわちゃわちゃツーリングであったり、このソロツーリングであったり、そういうところが一番多い使い方になると思うんです。じゃあ今日はそんなところで、今日2台でですね、この奈良までのツーリング行ってみようと思います。よいしょ。さあ、ソイちゃんはですね、意外と小柄で細身なんですけれども、それでもですね、うまいこと乗るんですよね。ほら見てください、見てください、明らかに足が短い。当初買う時に、まあお店の方に、ローダウンシートを入れてくださいということではあったんですけれども、ただ、サスペンションのストロークもやっぱり落ちてくるので、できれば頑張って慣れるまでこの高さでっていうことで、ノーマル車高で乗っているようです。まあ女性でもですね、まあ乗りやすいとは当然言いませんけれども、十分にですね、まあ乗れるバイクではあると思います。さあ、パニガーレ V4S、 よく考えたら走っている姿って見たことほとんどないですよね。こうやって見ますと、なかなか斬新なスタイルで、リアのテールランプも非常に綺麗、かっこいい、なんか尖ってる。でもやっぱりいつもやっちゃんを見ているせいか、ソイちゃんが非常に小柄に見えますね。慣れて怖い、慣れて。やっちゃんいつも丸いからな。今頃くしゃみしてると思います。ではこれからハリインターへまず向かいまして、そこからですね、今ここが高速道路ですけれども、一般道、軽いワインディングというね、今日は工程で走ってみようと思います。はい、やってまいりました、バイク天国ハリテラスでございます。今日はバイクは多いんでしょうかねと言いながら、正面にも数台のバイクの方々がおられます。そういえば僕このグローブ新しく買ったんですね。今日お初なんですけれども、ドゥカティさんのグローブです。よし、ゴー。さあ、ここでですね、さらに4台の方と合流する予定になっております。アドさん、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで、合流をさせていただきました。モンスターパニガーレ、パニガーレ KTM、 そしてトスタモタード、そしてはい、モタード来ました。めちゃくちゃかっこいい、もうミラーも最高、このアクラ後ろに来たら嫌なバイクだな。さて、ハリインターを出発させていただきます。久々の6台ツーリング、なかなか台数揃うといかついな。はい、全員ポールポジションに着きました。ではここから奈良県のニュルブルクリンク、ブルーシグナルが点灯いたしました。はい、ここからですね、奈良県のコリドールロード、南エリアをですねちょっと走ってみようと思います。 OK。 はい、ここはコリドールじゃなくて山並みロードでしたね。さあ、ここのね、コースはですね、危ない。路面がですね、結構陥没していることがあるので、意外と危険で、ただ見通しはね、まあいいんですけれども、結構草木々は多いのでちょっと注意ですね。はい、こういう路面ギャップありますね。
やはりこういう路面が悪いところなんていうのは当然この SS バイクっていうのは非常に、敏感に反応しますので、特に前半戦は気をつけて走ってもらった方がいいと思います。今日の天気はもう一つですけれども、晴れた日なんかは最高です。さあここで目の前にトスさんのモタードがいます。ではモタードとパニガレどっちが速いか白黒法定速度内で決着してみようと思いますさあみんな連なって走っております。やはりモタードはクイクイ曲がってこういうギャップなんかも強そうですよね。乗りやすそう。いや僕ねついねモタード出たら買おうと思ってるんですよね、密かに。まあでもこういう風にね連なって走るっていうのはね本当にね楽しい。ゆっくりでもですねこう皆さんとこの同じ道を共有できるっていうのはね何でしょうね、普段の生活にはね共有するもんっていうのはもう仕事の書類ぐらいですからね本当にいいと思います。でここは緑も非常に多いですし、まあ、動物もたまに出てくるので、まあ、来られる方は気をつけてください。さあ正面には KTM さんがおられます。軽そういいな。この森林を抜けるこのワインディングロードって気持ちいいですね。奈良にはこういう道が結構多いので本当に楽しめます。でやっぱりこういうところに行きますとパニガーレも生き生きする。渋滞よりやっぱりワインディングこれは間違いないです。さあ先頭は誰なんだ。あれはやっぱりモタード強いな。コーナーを走るって楽しい。やっぱりねワインディングをねちょっとね流すという程度でしか僕はできませんけれども、それでも非常に楽しい。本当にバイクって楽しいな。まあ動画の途中ですけれども、このパニガーレが普段履きねしやすいかどうかっていうとね、もう本当にネット通りしにくいです。これぐらいのスピード域ではまずこの太ももがめちゃくちゃ熱いですね。でやはり、前傾姿勢がやっぱりきついけれども、その分こういうコーナリングっていうのは本当に1個2個、通るだけで、非常に楽しい。これはまず間違いないと思います。まあ、バイクのね選び方っていうのは結局効率的を考えていくと本当に 125cc ぐらいが一番ベターだと思うんですね。やっぱり普段履きでこの大型バイクかつ SS なんていうのは、まあ、本当に、マイナス要素しかないと思います。ただこのマイナス要素があるからこそ、不便だからこそ楽しくですねワクワクするというのはとても感じます。でも僕個人的に大型でやっぱり行動ってやっぱりモタードかなモタード強いな。やっぱり乗っていて楽しいし、ハンドル角もガッと切れるので、かつ、車重も軽いし、やっぱり僕の答え的にはやっぱりモタードなんか僕乗ってた記憶があるんですけれどもあのバイクっていうのはとてもなんでしょうね、常にこのリアルに感じると言いますか、まあこの SS に比べて安全マージンも非常に高いですし、いじって、楽しい、走って楽しいというのが、まあ、僕の個人的な意見かななんて思います。ただソイちゃんのお父さんはそこそこいい年齢なんですけれども、息子のソイちゃんにお前バイク買うなら SS だろって言うんだって父ちゃんすげえみたいなはい、次はですね奈良県にありますこの町屋カフェ行ってみようと思います。ここいっぱいあるんですよ、おしゃれ。なんて素晴らしい主権。わ、すごいすごいすごい、ここはいいとこだ。真っ白な壁だ。わ、カフェがいっぱいある。雲もあるぞ。まあ、実は一本道を間違えただけなんですけれども、この先にですねパーキングがあるみたいです。ここだここだ、広い駐車場がありますんで、まあ、バイクをねここに止めてゆっくり中を散策したら良いかと思います。
あ、無料なんだ、素晴らしい、素晴らしか、二輪専用、あ、素晴らしいね。あ、ちゃんとある。うわ、すごい、前に小川が。ここ良い良い。はい、皆さんこんにちは。今日の動画はですね、右のパニガーレ、左のパニガーレ、このパニガーレって普段乗りって一体できるのか、今日はそんなお話になります。さあ、ありました、カフェ。うわ、おしゃれ。上野さん、はい、ということで、パニガーレで、1日走ってみました。まあ街中で走っていきますとやっぱり渋滞等もありますけれども、まあ、意外と乗れる、でも意外とやっぱりしんどいっていうのはあります。まあ結論から言いますと、最後はこのバイクが好きかどうか、ね、好きになれるかどうかっていうところが最終のね、まあこの選択するポイントになるかと思います。皆さん今日もありがとうございました。参考の一つにしてください。ではバイビー。おしゃれだなぁ。やっぱり蔵とかですね、この焼き板のね、この外壁素晴らしい。